たいことがあったの。いつかまたチュンゴに会ったら聞きたかった。でももう聞く必要もないみたい。何を言おうとしてたのか、話したいことがあったのか、それすら忘れちゃったみたい。ベニ、何から話したらいいんだろう。話したいことはたくさんあるのに。分かってるよ。離れていた時間と同じくらいの距離が僕たちの間にできてしまったことも、何を言っても君には響かないことも、ここで偶然会えたのが最後のチャンスだってことも分かってる。だからこの機会を逃したくないんだ。それだけは言える。信じてほしい。ベニー、もし君が何か誤解してるなら、僕はその誤解を解きたいんだ。笹井先生、時間が経ちすぎたんです。ベニー、私もうすぐ結婚するの。だからこれ以上何も言わないで。